日大英文法行ってみたいと思います。本日の全体像はこちら、4択文法6問、そして熟語の問題3問、合計9問行ってみたいと思います。で、皆さん、時間の都合上、熟語は3問しかご紹介できませんが、ご紹介できないものも含めて、大事な情報は授業の最後にまとめますからね。もちろん問題は1問ずついきますので、皆さんは1問解いて、解説を聞いて、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。サムさん、こちらの説問の指示の一読をお願いします。ナムさん、問いの1番、お願いします。これ、空所の右側の I can see。これとつながる熟語でいけそうですね。もちろん正解は、丸1番ですね。As far as I can see。私が理解できる範囲内においては、私が理解できる限りでは、その熟語でよろしかったですね。もちろん、as far as I know。私が知ってる限りでは、そういう熟語もありましたね。ですが、それの確認問題ということで、1番が正解でよろしいかと思います。では、皆さん、問いの2番、お願いします。皆さん、これ、空所の左側の ING でですね、動きを示してますね。では、皆さん、選択肢眺めていただきますと、減給、比較給、最上級。いろいろ混じってますが、正しい表現は一つだけですよね。もちろん正解は4番ですね。比較級&比較級。ますますうにゃうにゃという意味でしたね。ですから今回はますますより良くなっている様子が伺えますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。では続いて3番お願いします。さあ、これ空所の左側、argue ときたら、後ろの形が決まりそうですね。もちろん、3番、4番の with とセットで使いましたね。そうです。argue は自動詞。ですから、誰それと議論をする場合は、argue with。ですから、選択肢の1番と2番が消えますね。あとはちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、3番、あとは oneself。4番、each other。もちろん議論しているのはこの文頭の the couple 二人ですね。ですが3番の oneself、 皆さんこれだと1人になっちゃいますね。ですが皆さん4番であれば each other、 お互いということでございますので、この couple、 これとうまいことつながっていきますね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。では続いて問いの4番お願いします。これ空所の右側のこの to 不定詞ですよね。それが一体どういう働きをしているのか、あの選択肢を選んでいただきますとその説明がつきますよね。となってくると皆さん2番のこの先頭の it ですね。もちろん空所の左側に表現ないので、この it が指すのは右側から探しますと。で、後ろに to 不定詞があればそこを指す仮主語、もしくは形式主語の it。そういうふうに呼んでましたよね。で、後でまとめますが、it takes で目的語がお金。そしてさらには to 不定詞とつながってますね。ですから to 不定詞化をするのにお金がかかる。そういう皆さん有名な構文と考えていただいてもよろしいですからね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。では続いて問いの5番お願いします。で、皆さん、これ空所の左側の if と右側の助動詞の過去ですね。で、それがあれば仮定法ではなかろうか。そういう判断でよろしいかと思います。で、その仮定法のこの if 説の中で使えない表現がありますね。もちろん2番のこの am ですね。現在時制は使えませんと。そして皆さん4番の won't。もちろん will not。仮定法の中で助動詞は過去ですからね。で、皆さん選択肢の1番と3番ですが、皆さん時制を見ていただきますと、この緑のところで現在時制だとわかりますよね。で、もちろんその現在時制を仮定法で表す場合は、仮定法過去ということでよろしかったかと思います。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの6番お願いします。で、皆さん、これは空所の右側に、まずは hence という動詞がいますよね。
でもさ、その段階で選択肢の1番、3番、4番選んでいただけますと、このあたり動詞が2つになりますよね。ということで皆さん、その2つの動詞をつなげる働き、つまり接続詞が1つ必要ですね。ですが皆さん、この前半接続詞全くないですからね。ですから選択肢の1,3,4 はダメそうですね。で皆さん、残った選択肢の2番は ing がついておりますので、これは動詞ではないですからね。じゃあ何ですかと言われたら、もちろんここに動詞がおりますので、その左側ときたら皆さん、主語ですよね。ですから being at college、 これが主語となって、後ろの hair change という動詞につながっていくんでしょうね。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの1番お願いします。そこで文頭の Let's think、 考えましょうと、というふうに言ってるということは、正解は2番ですよね。 Come up with、 考えを思いつくという意味の熟語でしたね。で皆さん、全部後でまとめますので、今聞いておくだけ大丈夫ですからね。1番 Be equal to、 うにゃうにゃに匹敵する。で選択肢の3番 Give rise to、 うにゃうにゃが生じる。で4番 Make up for、うにゃうにゃの埋め合わせをすると。ですから今回であれば、この文と Let's think、 それにつながる2番が正解ということでよろしいかと思います。では続いて問いの2番お願いします。まずこれ、空欄の前後の関係性から判断できそうですね。もちろん左側は車の販売で、右側は会社の期待ですね。つまり期待に応えることになったのか、応えることができなかったのかと考えたら、4番がよろしいですね。 Fall short of、 うにゃうにゃに達しない、つまり期待に達しなかった。で皆さん、押さえておきたい選択肢はやっぱり2番ですよね。 Come down with、 でこれは風を引くですからね。で皆さん、今回は皆さん、車の販売の話ですからね、やっぱり4番が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの3番お願いします。まずこれ、空所の左が in the long、 まあこう来たら一つしか正解はないですよね。もちろん正解は4番 in the long run、 結局長い目で見れば、という熟語で4番正解で OK です。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1番目、 as far as ときたら、後ろは SV 伴いますからね、つまり接続詞でございます。意味も大事なんですが、用法にも注意をしてくださいね。そして意味は、 SV する範囲内では、そして皆さん、有名な例として as far as I know、 もちろん私が知ってる範囲内では、そしてそれが to the best of my knowledge、 これに言い換えることができましたね。そして2番目、比較級&比較級、ますますうにゃうにゃ。そして3番目、argue ときたら、with 人で人と議論をするんですね。ですから、自動詞でございます。そして4番目、うんたらかんたらするのにお金がかかる、もしくは時間がかかる。これもさ、有名な構文でしたね。こういう感じでよろしかったかと思います。もちろん、時制が過去になれば、takes のところが took に変わりますからね。そして5番目、仮定法過去。この形が分かってるかどうか試されておりましたが、皆さん大丈夫ですね。ただ皆さん、万が一ってこともございますので、これに関する解説動画のリンク先は概要欄に貼っ付けときますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして6番目、動詞が2つあれば、接続詞や関係詞が1つ必要でしたね。そして7番目以降は熟語でございます。まずは be equal to、 うんたらかんたらに匹敵する。そして8番目、come up with、 考えを思いつく。そして9番目、give rise to、 うんたらかんたらが生じる。そして10番目、make up for、 うんたらかんたらの埋め合わせをする、ということでよろしかったかと思います。さあ皆さん、ちょっとご覧になっていただいてですね、でこの後10番目の後11、12と続けたいので、この後一旦ホワイトボード一旦消させてくださいね。ですから皆さん、もし知らない情報ございましたら、ノート取っていただけると嬉しいかと思います。ではこの後画面を切り替えますね。さあ皆さん、先ほどの続きでございます。11番目、 come down with、風を引く。そして12番目、 fall short of、 うんたらかんたらに達しない。そして13番目、 in the long run、
結局とか長い目で見ればということでよろしかったかと思います。そして皆さん、先ほどご紹介できなかった問題の中でこういう熟語も問われておりましたので書いておきました。14番目 Off Duty 非番で、そして15番目 Out of Print 絶版で、つまり印刷されていない状況ですね。ということで最後まで来ました。皆さん改めてご覧になっていただいてですね、まあ、先ほどの画面もそうですが、知らないものがありましたらこの後ノートを取っていただけると嬉しいかと思います。そしてノートを取った後はこれですよね。明かし糸で隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで参考になさってください。